どうもタレインです。本日もマリオカート実況でございます。よろしくお願いします。最初のコースは 150cc のベビーパクト。はい、皆さん、モコーとアイムハイのね、完全制覇したことについてね、まず、たくさんのね、お祝いコメントありがとうございます。もうね、ツイッターでも、YouTube のコメント欄でもね、もう、溢れんばかりのコメントいただいてね、もうめちゃめちゃ嬉しかったです。本当にね、ありがとうございます。高評価もね、自分の動画では珍しくね、1万超えまして、もうそこでもね、いろんな人に、お前よかったなってこう言われてるような気分になりね、とてもね、嬉しく思っております。ありがとうございます。そしてね、その勢いで、登録者も11万人突破いたしました。いや、本当にありがとうございます。もう、ありがとうございますの言葉しか出てこないんですけど、もう本当にそれぐらいね、感謝しております。もう本当にね、嬉しいからね。もう、てかね、今年のね、9月か、今9月、ね、俺やばいわ、本当に。大会優勝もして、ね、モコに届き配も完全制覇して、もうこれ以上何を求めるのっていうぐらいこれ以上いい動画作れるのっていうぐらい、もうね、もうすごいビッグイベント起きすぎでさもうこれ超えれるのもう、ね、今月どころか今年あるんって思うぐらいだからさねえ、ちょっと取られな、それ取るな、取って赤コーラは飛んでこへんのかーい、よっしゃー、オッケーよし、まずは一緒まあそんな感じでね、ちょっと余韻に浸ってね、動画投稿が2日空きましたが頑張っていきますのでね、最後までご視聴よろしくお願いいたします。第2レース行きましょう。さあ第2レース目はココナッツモールでね、11万人突破した記念をね、なんか考えようかなと思うんですけども、よいしょ。まあそもそも僕ね、10万人突破した時に質問動画やりますって言ったんですけども、それすらまだちょっとできてないので、まあ一旦それを作ろうかなと思います。10万人突破をね、11万人記念に回すというね、ちょっとアレな感じにはなっておりますが、まあそこでね、手打ちといったところでね、お願いいたしますということでね、さあ実況やっていくんですけども、ちょっとアイテム剥がされちゃったから一旦前は出るけども、これダブル取りに行きたいな。ダブル使い取っていきますか。やめて、いやー、まあしゃあないな、しゃあない、ここの赤コーラしゃあなくて、まあいいわ、一旦コイン取って、前がちょっと待って、ちょこれ平行いまだになれない。さあ潰し合ってる、潰し合ってて、後ろちょっとミドさんだから怖いんだけど、危ない、投げてきてるね、めちゃめちゃ投げてきてる。さあジャンプぶち出して、まあ一旦上行くか、一旦上行って、よいしょ、さあジャンプ出していきます。さあこれ2位に入ったから、まあ、このまましばらく2位に入っていこうかな。固く動きたいので、よいしょ、一旦バナナ置いておいて、まあ、バナさん展開して、まあ、あとはね、1位の人がトゲゾー飛んでくるまでね、僕は2位をずーっと走ってね、待ちの姿勢でいこうかなと思います。まあ、多分ね、これぐらいちょっと距離空いちゃうとね、トゲゾー飛んできたとしても、どうだろうな、前出れるかどうか、ちょっと際どいところがあるけども、まあ、それでもいい。やっぱね、マリオカート安定してね、高い順位取るのが大事なので、これはアイテム使おう。バナナ使って、何かちょっとかけるアイテムを引いていきたい。さあ、アイテム引いた。さあ、ジャンプはちょっと出ないけど、イカスミ難しいね、地味に。さあ、ジャンプ出して、さあ、ちょっかいはかけられそうだから、一旦クラクション吐いて、緑コーラ当てられないようにしていきますが、まあ、これは、まあ、バナナ吐いた。おお、お前いいな。たまには戻ってくるな。いやー、サンダー振るけど、さあ、ちょっと回避が強いのいるな。今、後ろのゴリラが、キラーで回避してきてるから、さすがにちょっとあやつ止めれないな。このクラクション吐いてまで、止めるほどでもないから、いや、これやれるな、これやれるますね。さあ、しつかいでやって、ちょっと壁ゴンしちゃってるけど、やめて、見逃して、やったー、オッケー、セーフ。まあ、多分あれだろうね、2位の人、多分結構距離が近かったから通らないと思ったんだろうね。セーフ、よかった。さあ、3レース目は、GBA マリオサーキット3、あれ ?SFC だっけ、まあ、どっちでもいいわ、マリオサーキット3。さあ、打開決めていきますか。さあ、後ろ止まって、赤コーラを適当に投げておこう。適当に投げておいて、アイテム取りたいんだけど、全然取れず。あれだな、この部屋、誰も前行かないな。誰も前行かないんだったら、ちょっとコインだけでもかすめ取っていきますか。さあ、バナさんいいね。バナさん引いたおかげで、割とコインは回収しやすそうなので、先にね、ここいらでコインを集めておきますと。さあ、じわじわみんな前来てるけど、まあ、ここから、誰か前行ってほしいんだけど、マジで誰も行かないな。マジで誰も行かない。誰も行かないんだけど、コインは欲しいので、しっかりと止まってコインは取っていますよ。もうバナさんあるからね。バナさんあるおかげで、まあ、止まるのも、一安心と。さあ、1位の人がかなり抜け出して、いや、弱すぎ弱すぎ、お前、これでどうやって勝つね。ああ、いいね。いいサンダー振ってくれた。さあ、ちょっと2位の人が回避してるけども、まあ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 、ここまではまだ変わらん。まだ変わらん。さ
さあアイテム取って、こっからよ、こっから。いやー、まあまあまあ、そのミドさんも構わ、結局2周目だからね、2周目3周目が勝負だからね。そこでしっかりと決めれれば、1周目たとえ遊んだとしてもまあ問題なしぶるよ。さあこれは縦割りしたいので、しっかりと止まって、アイテム交換していきますか。さあ交換して、うわーこれどうしようかな。まあ近畿の吐くか、1位かなり離れてるから、まあ、多分まあ2発目のサンダー怖いけどね、2発目のサンダー怖いけど、まあ上がってても大丈夫。いや早いな、思ってたより早かったけど、これね6位割りすれば1位かなり離れてくれてるおかげで、だからトゲゾウいらんねん、トゲゾウいらんねん。そこトゲゾウじゃなかったら割と強いね。うわ、しかも1位これ止まってるよ、これ終わったな。これ1位が結構抜けてくれてたら、まあ、打開もしやすかったんだけども、これはもう回避した人が強いな。さすがに俺もアイテムぶち回すけど、まあよくて6か5ぐらいになりそうかな。とりあえずこれ9位割確実にして、まあ最後どれだけ伸ばせるかのゲームかな。 OK、 一番強い、このスター一番強くて、スター入れちゃうか、もうスター入れちゃって、もうこっから突っ込もう、突っ込みまくってどこまで上がれるか。さあ何出る、木の位置 OK。 さあ伸びろ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 、いやーもう赤コーラ無理、その赤コーラ無理だわ。いやーでもまあ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 、言ってたろうより6位に当たった。マカコーラなかったら2だからね。まあ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 、動きとしては悪くなかったけど、痛えな、その赤コーラ。さあ、第4レース目は、カラカラ砂漠。まあ、今のちょっと高いね。まあ、悔しかったところはあるから、よいしょ、ここのね、まあ、レースで、決めていきますか。さあ、どうしようかな。最初また泊まりたいんだけど、この部屋珍しく、誰も前行かない部屋だから、そうね、また譲り合いになるかなと思ったけど、ここのコースだと前行く人はいるんだよな。オッケーオッケーオッケー。まあ、それは全然よくて、さあ、コインしっかり取って、ちょっと電車の通行止めがあるから、ちょっと払いすぎに赤コーラを投げておくと。さあ、だいぶ前離れてくれてるから、打開はしやすそうかな。ここで木のサンスターとか引いてくれたら美味しいんだけど、オッケー、引いてくれる。さあ、ここはちょっとコイン縦割りしたいんだけど、まあまあ、引かれるとは思ってた。引かれるとは思ってた。さあ、ただ、ここも、いやー、ちょっと、もうそこ、めちゃめちゃ後ろだったのに、そのテレサ取られるの、まあ、地味痛か、痛いんだけど、まあまあまあ、まだなんとかなるから、さあ、アイテム交換していきまして、さあ、近畿のスターか。難しいな。近畿のスターってどうするべきなんだろう。これでもさ、初等化しながらスター入れて、近畿ので戻ってって感じかな。うわ、難しいわ。こういうのが一番難しいんだよな。まあ、一旦スター入れておきますか。一旦スター入れて、まあ、このままそこ当たるのは効いてないんだけど。いや、これ強い。このキラー強い。このキラー強いから持ってきたい。ウィーンって上まで持ってって、上まで持ってって、いやまあ大丈夫。ここで引かれるけども、キラー入れて、うわーお前アウト回るな、それ。イン側ついてくれ、頼むから。アウト側走らんといてくれ。まあ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 、まあまあ、なんとか、6にはなってて、さ、テレサ持ちが前いるから、ちょっとあの人の後ろ行きたい。あの人の、いや、アイテムそこ割られんのか。そこ割られるのはちょっと想定外なんだけど、大丈夫、落ち着いて。落ち着いて、危ない危ない、しっかりって、スター入れていきまして、まあこれはちょっとアウト側のダブル取ろう。アウト側のダブルしっかりと取って、うわー加速出ないか。加速出ないんだったらもう後ろだな。後ろちょっ使いかけておいて、前にもちょっとちょっ使いかけておいて、当たらないけども、大丈夫。一旦6ぐらいでいいよ。一旦6ぐらいでいいよ。まあまあまあ、豪華。オッケー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 。まあちょっとね、まあスター交換しながらキノコ引けてたら、もうちょっと上がれた感はあるけども。まあまあいいでしょう、ここならね。さあ、5レース目は 200cc のワリオスローマウンテン爆速遊雪山下り来ました。よいしょ。さあ、初頭前出たいんだけど、なんとか出れないかな。お、これいけそうじゃない、なんかいけそうな雰囲気出てるけど、これね、確かこういう走り方だったはずんだよね。俺の記憶が正しければこういう走り方してたはず。さあ、1位踊り出てるね。さあ、ここも事故らないようにジャンプアクション出して、 OKOKOK、 悪くないよ。さあ、赤コーラ投げられてる、間に合い、 OK、 間に合ってる。横通るの？めちゃめちゃ俺の方向見てたじゃん。横通らんといて。よいしょ。さあ、なんとか、謎の事故はあったにせよ、さあ、1位踊り出てる。さあ、あとはもう下るだけ。あとは下るだけよ。またもう速攻で下るだけ。さあ、ジャンプ出して、赤コーラは投げられてると思ったけど、俺じゃないのか。俺じゃないなら全然構わん。さあ、ここはね、ちょっと安定取っていきたいな。ちょっと待って、安定の言葉とは、安定とは。いや、まあそうだよな。俺たち走り慣れてないからな。まあ事故るのはしゃあないとして、まあこれで2位になったからには、トゲゾウが飛んできてほしいところだけども、さ、サンダー振って、めちゃめちゃ強い回避がいて踏まれるけども、まあ加速が、200の加速がいいおかげで、そんなに苦にはならない。さあ、あとは、まあどうなるかだな。
こっからどう転ぶか。うわうわうわ、もう地獄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 です、地獄です。これこっからどうしよう、こっからどう上がろうかな。いやーそれ通るの、ガバガバやんけ俺のミドさん。いやーあとはまあ5になるかな、ファイヤーボール引いたから。なんとか前投げて当たったりしないかな。いや当たってて、いやーそれでも4か。いやー俺のミドさんもうちょっと仕事してほしかったな。こんなどうしようもないよ。無理ゲー2連撃されてもうあえなく両方とも回ぶち取ってしまったわもう。まあ一旦切り直してね。キノピオハイウェイやっていきます。いやマジでそろそろ1位止めて締めたいなーって言ってるところに無理ゲー入るとね、締めたくても締めれないんだよな。さあこれ風取って前出たいんだけど、コインはちょっと余ってないから一旦アイテム取って、これはちょっとケツをすりつけて縛いていきますと。さあこれはねアウトのコインしっかり取って、なんとか2位ぐらいを張っていきたいところなので、しっかりと1人やっていきます。おおなんか1位も事故ってて、おおしょしょしょ、なんか1位出た、いいんじゃないこれ。ちょっとミドさんのミド位置っていうのが不安要素でしかないけども、まあそれでも、いやーもうちょっとやめてや。やめてや、あの人ちょっと暴れ癖あるな。ちょっと1位の人暴れ癖あるから、まあ一旦ちょっと様子見ておくか。一旦様子見て、なんだ、2位走っておこう。とりあえず2位走っておけばなんとかなるんじゃないかなと思ってるんだけども、とりあえず余ってるコインしっかり取っておきまして、さあ後ろの人がバナさんぶち回してるから赤コーラ投げられないかどうか心配なんだけど、キノコ持ってるね、キノコ持って、あぶねーあぶねー、ちょっと一瞬後ろ見た時に置かれるバナナが一番怖いんだよ。さあ緑コーラ持ってなさそうだから投げては来なそうかなと思ったら大体投げてくるから、しっかりアウト回って一旦警戒しておく。さあトゲゾ飛んできてほしいんだけどな、全然飛んできてる。オッケーオッケーオッケー。さあ譲りはしてこなそうかな、まあ譲ってきても構わんけどな、俺赤コーラ投げるから。あなるほどね、軽減する系ね、はいはい、うまいな、それはそれはうまいけど、しつけと何そのキロさんはちょっとずるじゃないか。まあいらんねんけどさ、正直正直防御アイテムの方が欲しかったんだけどさ、やっといたろ。はい、しつかりとやり返していきまして、さあ赤コーラ、赤コーラ食らう前にも自分からね、バス突っ込んでいきまして、まあこれはもうバツクスライプしなくていいから、赤コーラ持ってたとしてももう抜かせるタイミングないだろうからね。さあそのまま1位でよーしゴール OK。 いや絶対あそこのキロさんいなかったけどな。まあまあまあよし。